今日は ECC アーティスト専門学校特殊メイクコースにお邪魔してみたいと思います。それでは行ってみましょう。すみません、これは何をしてるんですか？ビデオの編集をしています。へえ、そんなこともするんだ。おお、3D だ。これはデジタルスカルプティングソフトといって、パソコン上で造形ができるんですよ。すごいでしょ。今授業中なんですね。あ、中谷先生、今は何の授業なんですか？はい、フォームレテックスアプライアンスの装着メイクです。これは何ですか？ピエロをデザインしたフォームです。難しいところはどこですか？エッジを消すところです。これは何でできてるんですか？フォームレテックスです。西村先生、これは何ですか？このフォームレテックスのオーブンです。すごい大きい。こんな大きいオーブン見たことない。これは30人のモールドが一気に焼けるオーブンです。学生さんに話を聞いてみましょう。楽しいです。とてもとても楽しいです。毎日楽しいです。わからないところを細かく教えてくれるのでとても嬉しいです。こうした方がいいよとかアドバイスをしてくれるのでとても嬉しいです。そうですね、お化け屋敷とか、あとハロウィンコンテストです。映画の裏側を勉強してるような感じがして、とても映画好きな私からしたら楽しいんですけど、授業外で映画のお仕事に連れて行ってもらったりするときはとても勉強になって楽しいです。わあ、映画やってる。大きいスクリーンでしょう。特殊メイクコースでは液晶プロジェクターを使って大画面で映像を見ることができます。ふーん、そうなんだ。今日は ECC の特殊メイクコースの裏側をたくさん知れて楽しかったね。うん、思ったより女の子もいっぱいいて楽しそうだったね。私たちにもできるかな。うん、今度やってみたいね。皆さんもここへ来て特殊メイクを体験してみませんか？体験入学や見学は随時受け付けてます。ご連絡先はここまで。他にもいっぱいコースがあります。トータルビューティーアーティストコース、
美容科、メイクアップアーティストコース、ビューティーアドバイザーコース、ネイルアーティストコース、エステティシャンコース、ブライダルコーディネーターコース、ファッションアドバイザーコース、モデルタレントコース、特殊メイクアップアーティストコース。皆さん、待ってます。